今週の TJM 4.0 ポッドキャストを聞いてくれているニッチーズの皆さん、ニュースジャンキーの皆さん、 TJM ラバーズの皆さん、動画オタクの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、アリケイタです。先週ですね、すごく幸せな出来事があったので、ちょっと2つあるんですよ。なのでですね、まずちょっとこのポッドキャストが始まる前にぜひ話したいということで、ちょっと話させてください。勝手に話しちゃいます。 TJM 4.0 なんで好きな話をさせていただきます。まずですね、あれなんですよ。まずですね、職場のお仕事をしている方の、結婚式に行ってきたんですよ。やっぱね、結婚式僕大好きなんですよ。やっぱりこう行くとすごくこう幸せな気分になるじゃないですか。なかなか、まあ、普段幸せですよ、幸せですよ、もちろん幸せなんですけど、やっぱりこう結婚式に行って、そこでこう幸せな思いをして、あ、やっぱりいいね、幸せ、結婚っていいよね、幸せだよねっていう、こう思いをして、こう帰る、これすごいいいことだと思うんですよね。僕はですね、結婚式の時にお酒をですね、たくさんいただいたんですけど、その後もですね、ちょっと父親の、ちょっと友達とかと、ちょっと飲みに来いよと言われ、誘われて、その後もですね、飲みに行ったんですけれども、すごくですね、その結婚式がすごく良くて、本当に幸せな気分になったので、やっぱりね、いいですよね。ということで、ご結婚おめでとうございます。そしてですね、もう一つはですね、結婚ではなくて、結婚したらじゃあそこからっていうと、家庭を持ちますよね。おそらく、これ聞いてくれてたら嬉しいんですけれども、ちょっとポッドキャスト、僕のポッドキャストを聞いてくれている、これもですね、友人ですね、友人のですね、奥さんが、おそらく、今、聞けてるかな、聞いてくれてたら嬉しいですけれども、ポッドキャスト聞いていたらなんですけれども、本当に、ご出産、おめでとうございます。ですね、ちょっと、これもですね、個人的な話になるんですけど、その友人のですね、第2子がですね、生まれたんですよ。ものすごく嬉しくて、もうずっとですね、先週先々週ぐらいから、どう生まれるのどうですか、生まれるんですか、もうそろそろじゃないですかっていうのをですね、毎回もう会うたびにとか電話がかかってくるたびに、僕はもうすごくそれが気がかりじゃないですね、そわそわしていたんですよ。勝手ながらおじさん勝手なおじさんなんですけど、なんでもう本当にですね、ご出産おめでとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。多分ですね、今週ですね、多分まあ、友人とも仕事で会うんですけれども、ちょっと先にね、ポッドキャストでも、ぜひちょっと言っておきたくて、お祝いの言葉、すいません。ポッドキャストを通して、聞いてくれてたら嬉しいんですけれども、直接ね、お会いしたら、その時もですね、ご挨拶をさせていただけますので、ご出産、おめでとうございます。というのがですね、今週、ごめんなさい、先週ですね。先週僕が、すごく、幸せな気分になった二つの話でした。いやー、素晴らしい。そんな、素晴らしい気分で、幸せな気持ちで、今週の TJM 4.0、スタートです。ニッチーズの皆さん、ニュースジャンキーの皆さん、TJM ラバーズの皆さん、あと何があるんだろう、ニュースジャンキー言いましたよね、TJM ラバーズ行った、ニッチーズ行った、ネットオタクでいいですか、じゃあネットオタクの皆さん、こんばんは、今週も TJM 4.0 やってきました。このですね、 TJM 4.0 何をやってるのかというのはですね、TJM とりあえず、の T、じじってみたの JM、見た TJM、 略して TJM ですよ。これはですね、僕が、勝手に、こういう話面白いんじゃないか、こういうことが今起こっているといったですね、ニュースの話をしているんですよ。なので、そういうニュースが好きな人とか、まあ、基本的に僕がもう本当に主観でニュースを選んでいるので、そういった中でですね、皆さんにいろいろ話を聞いていただけると嬉しいなと、勝手にですね、僕が、配信している勝手な番組でございます。勝手な番組ですよ。今週ですね、いろいろありました。暑かったですよね。まずはですね、じゃああれやっていきましょうか。中井さんこんばんは。いろんな方が、来てくれています。坂本さんこんばんは。岸村さんこんばんは。海野さんこんばんは。ということでですね、まずは、来週からのざっくり天気予報いきましょう。今週もですね、ざくっとざっくりマジいきますんで、よろしくお願いします。暑かったですね。今日は暑かった。本当暑かった。もうちょっと歩いてる時はいいんですよ。ただ
ちょっとこう止まった瞬間にね、汗がこう本当にもうじわっとこう出てくるっていう。暑かったな、それにしても本当もうやめてほしいですね。でもこれからどんどん暑くなりますからね、ちょっともう今の時点でもうひひ言っていられないんですけれども、もうガンガン、僕はですねこの部屋で冷房を効かせています。寝るときはねあまり冷房効かせちゃうと体には悪いんで、適温が28度ぐらいなんですか、なんか冷房をこまめにつけるよりも、冷房つけっぱなしの方が電気代が安いみたいですね、っていう風に教えてもらいました、嫁から。なんでですね、まずはですね来週の月曜日、明日ですね、明日からの定期に行きましょう。関東雨ですよ、北海道もちょっと天気悪いですね、曇りのち雨、東北北陸あたりはですね曇りです。でそこからですね関西西の方はわりかし天気いいですね、どこも天気いいです。沖縄は珍しいですね、曇りのち、あ、ごめんなさい、晴れのち曇りなんですね。なんでそうですね、上の方天気悪いと、そんな感じですよ。次いきます。19日の火曜日いきましょうか。あ、すごい、これざっくりいきますね。札幌雨のち曇り、釧路曇りのち雨、それ以外のところはですね大体晴れます、大体晴れます、ちょっと雲出るぐらいかなって感じです。嬉しい、あ、肌寒いんですね札幌は。いやー、それ行ってみたいです、東京のこの季節に。東京肌寒いんですよね、ちょっと行ってみたいんですけどね、なかなかもう言えなくなっちゃいましたよ。ではですね、次の20日の水曜日ですね、20日の水曜日なんですけど、釧路だけ曇りです。あとの地域はですね全部もうほぼ曇りのち晴れ、天気もいいんじゃないですか、いいです。沖縄もう31度マックス晴れですよ。21日の木曜日いきましょう。21日の木曜日はですね、東京と仙台と福岡が曇りです。あとは全部、ほぼほぼ、曇りのち晴れです。天気いいですね、わりかし天気いいですね。22日の金曜日もですね全国的に同じく曇りのち晴れといった感じなので、雨は降らないから良くないですか。てかもうどうなんですかね、梅雨明けたんでしょうか、もう明けてもいいんじゃねっていう、もう明けてんじゃねっていう感じはするんですけど、ではですね次の23日の土曜日ですね、週末の天気を話していきたいんですけど、基本的にですね、全国的に曇りです。ところどころ、晴れるところもあるんですけれども、わりかし曇りです。ざっくりしてますね。4月の24日ですね、4月の24日も全国的に曇りです。天気あれなんですね。まあでもガンガン晴れてもらうよりもちょっとこう雲出てるぐらいの方が僕は好きなんですけどね、最近なんかそれぐらいの方がこうしんどくないじゃないですかね。もうずっとこうね、本当あの太陽バーってこういいんですよ、いいんですよ、テンション上がるけど、でもね暑いし日焼けもしちゃうしね、ちょっと曇りぐらいがちょうどいいんじゃないかっていう。曇りの方が紫外線が多いみたいですけどね。まあ基本的に、来週は、初めの方ですね、月火とかそこら辺の方はちょっと天気悪いけど、それ以降はわりかし天気が良くなる。まあでも曇りぐらいのレベルですコメントがおかしくなってますではですね、今週のビールなんですけど、実はですねあのこの Facebook ライブもしくはですね多分ポッドキャスト聞いてくださっている、覚えてますかね皆さん、前にですねあのゆかさんっていう方で、サンディエゴに住んでいらっしゃる方がいるんですけど、そのサンディエゴトークをしていた時に、ちょうどですねそのビールを送りましょうかということでビールですねなんと、送っていただきまして、ちょうどですね昨日到着したんですよ。なんで今回はですすごいですよ、あのこれからちょっとしばらくはですねサンディエゴのクラフトビールを飲みながら、僕はですねこの TJM4.0 をやるっていう、めっちゃ本当に嬉しくて、本当にあのゆかさんありがとうございます、本当にありがとうございます。でですねあの嫁にもですねあのなんか美容グッズを送っていただいて、あの本当にあの嫁もですね喜んでいましたので、あの僕もビールありがとうございます。ということでですね今週のビールはですね、このビールです、ペールエールのビール、セイントアーチャーでいいんですかね、アーカーですかね。こんな美味しいビール、しかも大きいんですよこれ、あのこれ僕の顔が小さいわけじゃなくて、このビールがでかいんですよ。とにかくなんつったらいいんですかね、あの普通の日本の、ビール大瓶あるじゃないですか、大瓶じゃなくて、まあ、普通の日本の瓶ビールと同じぐらいのサイズです。結構大きいです、あの個人的にはですねこのぐらいの大きさがすごい嬉しいので、
ちょっとあるじゃないですか、普通のサイズの瓶ビールってあるんですけど、こうちょっとすぐにね、あの、まあ、ビールの好きな人とかビールが好きな人とか飲み終わっちゃうんで、かといってあの大瓶サイズのやつを片手で飲めないじゃないですか。ハッハッハッ飲めないから、ちょっとこのぐらいのサイズがすごいいいんですよ。なので早速開けたいと思います。楽しみですね。ペールエール好きなのでやっぱちょっとこれを選んじゃいました。あとなんかデザインもかっこいいですよね。シンプルでいいですね。ではでは、サンディエゴの、クラフトビールゆか様、いただきます。うん、香りがホップっていうんですかの香りがすごいですね。口に入れる前にもすでに分かるぐらい、もう香りがすごいですね。とにかく味ももうこれです。これがペールエールですね。辛いですね。辛い。多分これですね、あれですよ、あの劇団スカッシュの、ゆうやさん、大塚ゆうやさんとかが見たら、うわ何アリさんのくせにこんないいやつ飲んでんのみたいなね、ビールマニアからしたら多分すごい、悔しいんじゃないかなと思うので、これすごいうまいビールです。なんで今度ですね、ちょっとゆうやさんに会った時はこのビールを、飲んだんだっていう自慢をしたいと思います。どうの、でもどうだろう、飲んだことあるのかな、ないのかな、わかんないけど、でもちょっと今度会ったら、なんかの機会で会ったら言おうかなと勝手に思っております。うまい、すごいうまいです。めっちゃうまいです。ありがとうございます。本当に嬉しいです。ありがとうございます。ではでは、お待たせしました。ここからですね、天気予報じゃないですよ、あの GG 情報ですよ。ニュースジャンキーの皆さん、お待たせしました。ということで早速ですね、ニュースの話をしていきましょう。まずはですね、ちょっと世界的な、ところから話していきたいんですけど、まずはですね、7月の1日からですね、フランスで、レジ袋の配布が禁止になったそうです。これはですね、スーパーマーケットとか、他のもういろんなところですよ、とにかく行ったりすると、そこにですね、エコバッグを絶対に持っていかなくちゃいけないっていうこと。ただ、ただですね、あのいきなりね、4月1日にじゃあはい、じゃあそのもうビニール袋ダメですよっていう風にやると、今まで使っていた分のビニール残っちゃうじゃないですか。なので、ちょっとずつですね、それをですね、いくつかの店舗では、2年分のビニール袋を仕入れているところもあるので、無ストックが無駄になって残れるんだよなって言っています。あ、政府がね、買うかもしれないらしいですよ、この分のビニールを。で、なんかこう、うまく分解したりしてなんか使ったりするんじゃないですか。なんで、あの、まあ、4月1日からやりますと。で、そういうあの余ったものに関してはフランスの政府がじゃあそれをケツを吹きますと。なので、これからですね、買い物をするときは絶対にエコバッグを持っていけっていうことで。あ、加藤さん、セブから見てくださってるんですね。嬉しいですね。セブ行きましたよ。行きましたよ。めっちゃいいところでしたよね。最高のところでしたよ。なので、エコバッグを絶対に持っていこうということで、フランスでは始まるみたいです。なんか、最近多いですよね。でも、あの、スーパーマーケットとか行くと、あの、日本でもそうなんですけど、あの、レジ袋いりませんって言ったら、あの、エコポイントつくとか、あの、マルエツ、僕、近くにあるんですけど、マルエツはですね、ツタヤのポイントがついたりとかするんで、あと、アコレっていうスーパーがあるんですけど、アコレはですね、確か袋が1枚2円とか3円とかなんですよ。なんで、レジに行くと、袋いりますかって、いりますって言うと、すいません、3円かかるんですけど、みたいなのを、あの、毎日、僕、昔はアコレ行ってたんで、あの、やっぱ聞かれるんですよ。なんで、ちょっとめんどくさくて、あの、3円かかってもいいですとか、先に言っちゃうとね、楽なんですけど、まあでも、店員さんからしても、やっぱそこの3円かかるところを言わないと、買い物終わった後に、おい、ちょっとこれなんだよっつって、こうレシート見せて、3円かかってんじゃねえかよみたいな感じのが、こうやりとりが多分そういうの、まあ、あるために、あの、言ってるんでしょうけど、ただ、あの、まあね、あ、だってね、もうほら、毎日顔を付き合わせてるじゃない。こうね、わかりますね、毎日会ってんだから、もう、もういいよ、そこ省いてっていうのを正直僕は、あの、思ってるんですけど、なかなかね、あの、店員さんの立場としては、それはなんか難しいんじゃないかなというふうに勝手に思ってますけど、セブから見てくれるの嬉しいですね。セブのビールもうまいですよね。飲みましたよ。うまかった。わりかしあれですよね。やっぱりこう、タイもそうなんですけど、暑いところに行くと、なんかビールがそんなにこう、の味が、すっきりしてるんですよね。こう、重くないっていう。なんで、多分、やっぱ暑いところだから、そんなこう、ベチャーってこうね、したちょっと濃厚なものっていうよりやっぱりすっきりしたものをやっぱみんな飲みたくなるんですよ。うまっ。これ多分今日この1時間で飲みきれないぐらいのすごいいいサイズです。本当にジャストサイズ、いやベストサイズ。
ではですね、そんなフランスレジ袋だったんですけど、これ次いいですよ。このビール好きにはたまらない、羨ましいなっていうふうに思うんですけど、ベルギーのブルージュっていうところはですね、なんと、街にビールのパイプラインを引いちゃおうじゃないかっていう計画がですね、クラウドファンディングっていう、そのインターネットを通してお金を集めてそれを事業にするっていうのがクラウドファンディングっていうんですけど、それがですね実現することになるみたいなんです。すごくないですかこれですね。しかも、この発端はですね、4年前に、ビールの醸造所、ドゥ・ハルブ・マーンというところのオーナーの、グザビエ・ブアネストさんという方がですね、ビールの輸送方法を変えたいっていう思いつきがあって、じゃあそれだったら街にビールのパイプラインを引いてみようじゃないかっていう計画を、クラウドファンディングで、出してみたんです。こんなことやってみようと思う、どうかな、どうだろうっていうふうにやったら、それがですね、なんと、すごいですよ。120万円を出す、地元レストランのオーナーとかも行ったみたいで、すごい乗り気らしくて、もう今進んでるみたいです。2016年の秋には1時間になんと、約4000リットルのビールがおよそ3キロ先の、工場に流れるみたいです。まあすごい、すごいっすよねこれ。僕嬉しいっすね。なんかこう個人的に言うと、どっかこう蛇口とかね、こうあったらさ、良くないですか。そしたらこうちょっとこう、まあお金払いますよもちろん、こうちょっとひねったらこうビール出てくるみたいで、しかもそれがキンキンに冷えてる、うまいみたいなね。もう完全にそれ東京にあったら、僕絶対その勝手にそのマップを作って、どこにどのビールがあるとかっていうのを自分で自作して、それをウェブサイトで作ります。そのぐらいこんなんあったらやばいっすよね。なんかそのどこで自動販売機的なね感じの。そうですけど、僕あれなんですよ、個人的な話なんですけど、富士そばが大好きなんですよ。富士そばが本当に大好きで、何かあったら富士そばに行くっていう、本当にもうお昼ご飯は絶対富士そばだっていう、あるんですけど、そのぐらい富士そばが大好きで、僕基本的に富士そば好きな、そのメニューがですね、カツ丼と、冷やしそば、せいろで、盛りそばっていうんですよね。カツ丼と盛りそばで、盛りそば大盛りにするんですよ。でもそれ食うとすげえ気合入るんですよ。ただそう、気合入るんですよ。いつでも僕のおすすめメニューはですね、富士そばの、カツ丼と盛りそばの大盛りです。もうこれ食ったらマジ最強になります。そんなことですね、マップを作っていきたいなど、ビールに関する話で言うと、ちょっと面白い話あるんですけど、これですね、実はなんとサントリービール、サントリーがですね、ノンアルコールのビール、オールフリーをですね、どこに置くと思いますか？その自動販売機を。どこに置くと思いますか？置くところってでもなかなか、あれですよね、なんて言うんですか？レストランとか、まあ、レストラン置かないですよね。例えば駅とか、いろんなところがあります。置く場所っていうと、まあそこら辺の普通の道路でも何でもいいですけど、これびっくりしたのがオフィスに自動販売機を置こうっていう事業を展開してるみたいなんですよ。で実際にこれサントリーはその自社のオフィスに、置くのかな、置いてるのかな、まあどっちかなんですけど、まあサントリーはいいじゃないですか。だってビール作ってるんだから、これノンアルコールビールよかったら飲んでくださいっていう風に、多分それも宣伝になると思うんですけど、他の企業も置くみたいですよ。でこれはですね、なんかその2ちゃんかなんかで、もともとその打ち合わせ中とか、そういうなんかミーティングとかにノンアルコールビールを持てってみたんですよ。でまあビール試しにか分かんないですけどね。だまあ基本的にほらアルコール入ってないからっていうので、だから良くないっすかみたいなので、実際にその打ち合わせの時にビールを持ってったら、まあ結構上司に怒られたっていうのが、なんか2ちゃんではあったみたいなんですけど、まあでもそろそろそういうのも消え去っていくみたいな。でもどうなんですかね、ちょっとこれ個人的に聞きたいのが、皆さんどう思います？例えば皆さんのオフィスに、アルコールノンアルコールビールが買う自動販売機を置いていますと、買いますか、飲みますか。実際にお昼とかだったらいいですけどね、12時から1時の間の休憩時間とかのランチの時に飲むんだったら、こうまだいいじゃないですか。ただもう普通に勤務中の時に買ってこうプシャって開けてこう飲んでたら、マジでみたいな、あいつ普通にあビール飲んでねみたいな、絶対あると思うんですよ。でもね、ノンアルコールビールだから別にアルコール入ってないんで良くないですかみたいな感じの、もう言いたいけど、でもちょっとね、やっぱりどうかな、なかなか
正直勇気がいること行動だと思うんですけど、どう思いますか？皆さんのもしですね、働いてる職場にノンアルコールビールの自動販売機が置いてあるとしたら、皆さんは飲んでみますか？で、普通にそれをそれやります？教えてください。ぜひコメント残せますので、皆さんは、ノンアルコールビールを、もし職場にあったらそれを普通に飲みながら仕事しますか、しませんか、コメントお願いします。これ聞いてみたかったんですよ。やっぱ飲まない派が飲みづらいですよね。まあ絶対飲みづらいですよ、実際。いや僕もちょっとやっぱ無理だな、なんか無理だな、意外とやっぱビビっちゃうかもな。ではですね、次面白いですよ。アイコンタクトってあるじゃないですか。なんて言うんですか、人と人がこう目を合わせる時間って、しかもそれがですね、まあ無言で見つめるアイコンタクトだから、まあそれこそあれですよ、恋人とかそういう時にこうじっと見たりするのがアイコンタクトじゃないですか。で、これ面白いのが、これよくやりますよね。このアイコンタクトをする時間、どのぐらいの時間が一体、最適なのかっていう研究をしたところがあるんですよ。よくやりますよね。今回ですね、その研究をしたのが、ロイヤルソサイティオープンサイエンスが発表した研究ではですね、498人の被験者を集めて、実際にですね、適切なアイコンタクトの時間を調べたみたいです。で、じっと見つめるわけですよ、その調査内容っていうのが。で、何秒ぐらいが居心地が悪いのかっていうのを、感じたらボタンを押すっていうテストを498人に行ったみたいなんですね。よくやりましたよね、本当に。短すぎる長すぎるのどちらもあって、いろんな、テスト中にですね、被験者の目の動きとか瞳孔の開き具合がトラッキングによりチェックされた。その結果ですね、なんと、答えを言うと、居心地のいいアイコンタクトの時間は平均時間で言うと 3.3 秒みたいです。で、これを超えちゃうと、なんかうざみたいな。で、これを下回ると、なんかちょっと物足りないみたいな。なんで、そこら辺の一番ベストな時間っていうのが 3.3 秒みたいなんで、もしですね、皆さん今後アイコンタクト、別に どんな機会があってもいいと思うんですけど、ね、それこそなんか出会いの場とかなんかいろいろあるじゃないですか。その時に、3.3 秒までです。以下でも以上でもないです。3.3 秒。ちょい0.3 みたいな、若干こうプラスするときが、ちょうどいいみたいなんで、皆さんもしですね、明日から、合コンとかなんかこう行くときとか、なんかこうアイコンタクトこれからちょっとやってみたかったんだけどなみたいな感じの人は、3.3 秒、この時間守りましょう。守ったら、すごい素晴らしい結果が生まれるみたいです。次行きましょう。アイコンタクトですよ、なかなか面白いですか。ネット動画の話をさせてください。僕インターネットの動画マジで大好きで、もう本当にオタクですね。もうそうですよ。あ、忘れてましたね。ニュースジャンキーでしょ、ニッチーズでしょ、TJM ラバーズでしょ、さっき言った、じゃあネットオタクは置いておきましょう。動画オタクにしましょう。動画オタク。僕動画オタクなんで、皆さんもしかしたら動画好きかもしれない。動画の話をさせてくださいよ。昔ですね、僕が、ベストメディアっていうのをやってたんですけど、その中でですね、結構フェイク。これは釣りなんじゃないか。これは、実際はですね、VFX といったそのエフェクト加工をして、あえて人々をこう、うわ、何この動画やばくね、ちょっと見てみって言って、やばい、めっちゃ面白いよねっていうので、どん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 広まる、バイラル動画っていうんですけど、バイラル。病気みたいに広がっていくからバイラルっていうんですけど、あとバズる動画とかね。そんなですね、動画あるんですよ。あるんですよ。でですね、僕はそのベストメディアとか、あと基本的にまあ個人的にまあ動画オタクなんで、そういう動画あったら、とりあえずじりってみたの時もそうだったかな。あとはですね、まあ、その記事に書いたりとかもしてたんですよ。こんな動画やばくね、ただこれ嘘なんじゃねえかなみたいなのを個人的にずっと僕は追い続けていました。この約2年間、2年間追い続けてきたんですけど、まずはですね、発端で言うと、オーストラリアで、シドニーで、海に入ったらいきなりサメが出てくるとか、あと男性が、オーストラリア、これもオーストラリアなんですけど、竜巻に追いかけられてくる瞬間をセルフィーにするとか、なんかそんな動画がすごい流行ったんですよ、爆発的に。あとは、カップルがですね、イチャイチャ、まあ、彼女を、海岸際です、海岸の方で撮影していたらいきなり、もう本当に近くで雷がバーンって出てくる瞬間の動画とか、
なんか僕はそういう動画を見た時に、あのわりかしコメント欄を見る習性があって、でこれはフェイクなんじゃないのか、リアルなんじゃないのかっていう物議を醸し出すんですよ。で僕はそのコメントをやっぱ読むのが好きで、あーいやなるほどねと、こういう意見もあるんだ、結構詳しいやつもその解説してくれるんですよ。いやこれはこの光の加減は絶対違うよねとか、これ絶対エフェクト使ってるよねっていう、あのネットその動画オタクたちはやっぱこう推測をし始めるんですよ。で僕はですね、あのそのさらにオタクなんで、あ君たちはこういう反応をしてるのかと、ちょっとこう客観的に見る習性があるんですけど、で面白いのが、で実はですねそれらの動画っていうのがあるんですけど、それを作っていた動画、これやっぱね実はね本当に全部フェイクだったんですよ。嘘なんですよ。で、最近ですねそのオーストラリアの実は、動画制作会社があるんですけど、でこれはですね、ザ・ウーリッシュド・カンパニーっていう、制作会社です。映像制作会社がメルボルンにあるんですけど、そこの会社がですね、合計で全部8つの動画を作りましたと。さっき僕が言ったサメのやつとか、竜巻のやつとか、あとはあそれしか言ってないか、あ雷のやつとかね、これ全部作ったのが、同じとこだったんですよ。同じとこだったんですよ。で2年間作り続けましたと、このバイラル動画を。でそのまあ要はこれ何が言いたいかというと、2年間もとにかくひたすらそのバイラル動画を作ることによって、僕たちは合計で言うとこれだけの180カ国からこんなに見られましたと。ごめんなさい、ちょっとこの記事がね英語なんで、ミリオンがちょっと僕ミリオンとかビリオンとか超嫌いなんですよ。まあで Facebook ではたくさんのいいねを集めましたっていうのを一番最後に載せてるんですよ。実はこれあの全部フェイクでした、作った会社こうでしたっていう、2年間かけてこんなことやりました、で僕らこういうことを、バズる動画バイラル動画を作ることができます、イエーイっていう宣伝の動画だったんですよ。2年間よくやったなと。でこれ僕が本当に2年間これもうちょっと結構すっきりしたんですよ。動画オタクとしては2年間ずっとひたすら僕追い続けてきたんで、これフェイクなんじゃね、大元もしかしたら一緒なんじゃねって思っていたものがやっと判明したんですよ。会社がこういう答えを出してくれたんで、あでもね、まあ多分そういうことですよ。こんなうまいバイラル動画作れますよっていう、最終的にはまあ宣伝になって、これからどん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 フェイク動画が増えていくんじゃないかっていう、もうあれですよ、今後 YouTube に上がるバイラル動画っていうのは全部嘘ですからきっと。で大元はこのザ・ウーリッシュド・カンパニーっていうところがこれからどんどんそういうものを作っていきますから、皆さんあれですよ、目の前にある動画、見た動画を全部あれですよ、もうまともに信じちゃダメですよ、全部嘘ですから、これから増えていくもの、海外のやつは特に。なんで気をつけた方がいいですよ。それこそ、CM とかプロモーションとか、もうそういういろんなこうね、宣伝とかあれですよ、もうそういう大人の世界がもうの匂いがもうすごいします、くっせえ匂いが次いきます。荒れてますよね。僕の嫁がですね今朝言ったんですよ、世界は荒れてるなと。確かにそうだなと。トルコではですね、なんと、クーデターが起きたんですよ。15日の夜、日本時間では16日の未明に、トルコの、軍がですね16日からクーデターを、試みて、最大の、トルコ最大の都市イスタンブール、あとは首都アンカラといった部分で、テレビ局を一時占拠した。すごいですね。まあ、結果ですね、ただちょっと残念なのが、市民を含めて260人が死、以上が死亡してしまいましたと。で結果、首相がですね、ユル・ドゥルム首相がですね16日の記者会見で反乱は鎮圧されたと宣言。で関係した将校ら全員で2839人拘束されたと。怖っ。クーデターとかねあるんですね。僕今ですね海外ドラマで Hulu でタイラントっていう海外ドラマあるんですけど、それはですね本当にもう、まあ、ちょっとネタバレにならない程度なんですけど、まあ、ちょっとある、まあ、とある国の話で、でまああるんですよ、そういうクーデター的な要素が。でそれをですねドラマでちょっと見ていたので、結構そのリアルに描いてくれていたので、あこういう風になるんだっていうのがわりかしこう見ることができたんですよ。なんで今回そのトルコのこの記事を読んだ時に、やっぱこういう感じでクーデターって起きていくんだ、まあ、今回ですねまああれだったんですけど、結局まあ鎮圧されちゃったんですけど、まあ、何がいいというのはちょっとさすがにあれですけれども、ただ、ちょっと面白いのがで、まあ、日経新聞にその後載っていたんですけど、今までじゃ実際に軍事クーデターどういうところが起きたんだっていうのをちょっとまとめてくれてるんですよ。2006年9月タイ軍で、タイですよ、タイではですね、タイの軍隊がですね、タクシン首相、
がですね、外遊中に政権を掌握してしまったという、これちょっとよくやりましたよね。で、あいつもうタクシーいねえからもうやっちゃおうぜっていうことでうまくいっちゃったんですよ。次ですね、これもですね同じく2006年の12月にフィジー軍のガラシ首相が解任されましたと。ちょっと時をして、ちょっと 時を超えて、時が経って2013年の7月にエジプト、あ、でも最近ですね、わりかしエジプト軍のモルシ大統領が解任されました。2010年の5月にタイ軍のまたタイですね、タクシン派政権を打倒。タイがやっぱりクーデター起きやすいってことですかね。それぐらい、外遊中にされるってびっくりですよね。ちょっと言ってる間に、だって本人めちゃびっくりすると思うんですよね。行って帰ってきたらなんか、政権掌握されてんだけどみたいな、結構ちょっとびっくりですけど、それぐらいですね、そういうこと起きるんですよ実際に。ちょっとびっくりしますけど、日本では考えられないですよね本当、こういう話を聞くと。次はですね、もうこれですよ。もうね、今週ね、逆に鬱陶しいぐらい、ちょっとイラッとしたぐらいうざかったです。うざかったけど、でもこれやっぱね、話して面白いなというふうに思うんで話したいんですけど、ポケモン GO ですよね。どうですか、多分ネットニュースジャンキーの皆さんはもうここら辺はもうね、序の口の話ですよ。ポケモン GO ね、あったよね、あったよね、あったよねっていう。まずですね、僕もいろいろ調べてみました。たくさん記事上がってきたんで、いい感じの記事をちょいちょいピックアップしていきます。まずですね、ポケモン GO、果たして一体何なのかって思う方もいると思うんですけど、ポケモン GO はですね、アプリです。 Android と iOS で出ているアプリなんですけど、でそれを開いて、実際にそのポケモンが、オーギュメンテッドリアリティって言って、拡張現実ですね。要はそのテクノロジー、要はポケモンって今までゲームボーイとか、僕の時はそうだったんですけど、ゲームボーイでプレイしていましたと。で実際にじゃあモンスター出てきます、戦います、捕まえます。でそれをですね、このポケモンの GO のアプリを開いたら、実際この僕らの生活している空間にはカメラが開くわけですよ。でそこに実際にモンスターが出てきちゃうと、そのカメラの中に。でそれでモンスターを実際に捕まえていこうっていう、だからリアルポケモンです。マジリアルポケモンです。なんでそれが、ポケモン GO の、僕実際にやったことないです、まだ日本できないんで。ただ、その宣伝の動画を見る限りでは、まさしくそのオーギュメンテッドリアリティっていう拡張現実を使ったリアルポケモン、リアル版ポケモンです。今ですね、それでアメリカがすっごいもうアホみたいに、もうお前らもう本当好きだなっていうぐらいに今大ブレイクしているわけなんですけど、そもそもね、これ面白いのが、実はですね、この原型っていうのが、2010年の Google のエイプリルフル企画にあったみたいなんですよ。で、Google マップアプリの中でモンスターを捕まえるゲームをプレイして、たくさん捕まえた人は Google にポケモンマスターという役職で採用されるかもという企画があったみたいなんです。あったみたいなんです。で実はこれ、ポケモンって任天堂のものじゃない、任天堂じゃないですか。でもともとですね、このイングレスっていうゲームがあるんですけど、これがですね、その AR 拡張現実を使った、AR 拡張現実じゃないか、マップ上で何かこう携帯と連動してなんかこうやるゲームらしいんです。僕全然そのイングレスとかゲームどうでもいいんで、どうでもマジどうでもいいんですけどただ、それがですね、そのイングレスっていうのが Google だったんですよね。でそこからスピンアウトした会社が、ニアンティック僕はナイアンティックっていう会社がスピンアウトして、Google と任天堂、そして一緒に株式会社ポケモンなんですね、が、作りましたと。でそこでのですね、このいい話、まずいい話しましょう。任天堂のですね、岩田社長、亡くなっちゃいましたけど、彼がですね、ポケモン GO、やるときにその企画が、もともとですね、このポケモン GO っていうものの、ね、開発の背景、どんなのがあったのかというとですね、岩田社長がですね、ゲームすごい楽しいですよ、今ね、いろんなどんどんものも出ていますけど、ただ結局それが原因で、外に出なくなったと。だから引きこもりが増えてすごい悲しいと。じゃあだったら外に出て遊べるゲーム作っちゃおうよっていうのがポケモン GO の原型にあるみたいなんです。なのでこのポケモン GO 出たことによって、その実際に街中を歩きながら、モンスターを捕まえるっていう、まさにこう岩田社長の思いが通じたっていう、すごくいい話ですね。まあそういうところがあって、ポケモン GO ってこうその拡張現実を使って実際にその外に出て、ゲームを楽しもうじゃないかっていうのが基本的なコンセプトなんですよ。なんでそこすごいやっぱいいなっていうふうに僕はすごい思います。ただまあとりあえずこっちからいきましょうか。どのぐらい
大ブレイクしているのかっていうと、いろんなですねこのちょっと記事が出ているんですけど、まずはですねアプリの市場調査会社センサータワーっていうところが出した情報によると、水曜日にアプリローンチされましたですね。で、ポケモン GO はですねなんとすごいですよ、 iOS と Android で約750万ダウンロードを記録した。全然規模の大きさはよくわかんないですけど、まあ、とにかくすげえと、すげえ1、アプリ750万ダウンロード、すげえその2いきます。これはですねシミラーウェブが発表したデータなんですけど、これはですね Android のプラットフォームにおいて1日のアクティブユーザー率が Twitter をもう超えるほどすごいと、これほどすごいと、リリースから48時間でアメリカの Android ユーザーの 5.6% がアプリをダウンロード、しかも 60% がアプリを毎日使うっていうことで、やばいと、これすげえ、すげえその3いきます。毎日、あ、これでも同じですね。まあ、もうちょい紐解いていくと、毎日使うユーザーの数がですね、パンドラ、ネットフリックス、グーグルハングアウト、スポティファイ、これらを全部上回っていると。しかも、インストール数で見ると、キャンディークラッシュ、バイバー、リンクドイン、クラッシュオブクレインズ、ティンダーなどといった、そんなすごいアプリをもう上回っちゃったと。とにかくすごい、みたいです。全然他のネットフリックスとかスポティファイぐらいは分かるんですけど、その他僕全然使わないですね。自分の使わなさにちょっとびっくりしたんですけど、そのぐらいすごいと。すげえその4、ポケモン GO、 これですねまたまた、アプリの、アプリマーケットの追跡会社アップアニーですかねっていうところの調べによると、このですね iOS と Android の収益において史上最短でナンバーワンになったモバイルゲームみたいですよ。すごいですね。ちなみにですね iOS ではこの記録を作ったのは、iOS では1日以下で Android では4日で打ち立ててしまったということで、すげえその4マジ稼いだと、めちゃ金入ってきてると、すげえその5いきましょう。これによってですね株価、任天堂の株価めちゃ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 急上昇しました。これはですね7月12日のによるんですけど、7月12日の終値ではですね、終値ではですね 2.8 兆円に近づいたみたいです。株価やべえ、すげえその後です。しかもですね時価総額がですね8ヶ月ぶりに3兆円に回復したということで、株価やばいっす、すげえすげえすげえ。そんなアメリカ人、やっぱねアメリカ人はもう本当にもうなんていうんですかね、そのエンタメ大好きなんですね。思うのが、まずですねニューヨークの、ニューヨーク市警の第19区署というところで、ですね、警察官がですよ、パトカーの助手席に、新しい相棒ピカチュウを同乗させたという写真をツイッターに掲載したよく寝ますね、これ日本だったら絶対クビでしょ。でなんかね、そういうなんか2ちゃんとか、まあ、いろんなニュースに載るぐらい、まあでもね、まあ、やっぱアメリカらしいなと、そういうことを普通にやっちゃって、あの全然それがこう良しと受け取られるというかね、まあまあまあアメリカらしいっちゃアメリカらしいですけど、まあ、そのぐらいですね、あのオープンな、ね、警察官もやっちゃうぜっていうことで、サンフランシスコではですねポケモン GO な、実際プレイしながらの更新のため、更新をしようっていうゲームみんなでやろうぜっていうオフ会に、まあオフ会っていうか、まああのリアルポケモン集合会みたいなのがねあるらしいんですけど、でその Facebook のイベントにはですねなんと3600人が参加を表明して、1万8000人がまあちょっと興味あるかなっていうのでクリックしているので、実際に参加する人数がまあすごいですよね。3600人がサンフランシスコに集まって更新しちゃうっていうことみたいです。すごいですね。ちょっと想像、なんか絵的に気持ち悪いですけど、ね、3600人がみんな携帯見ながらこうやってなんかやったりするんですか。ちょっと怖いですけどね、まあ、そんなアメリカで今流行っているんですけど、アメリカはさすがやっぱエンターテインメント大好きですね。今後ですねやっぱ映画を作ろうっていう話がですねもうちょいちょい進んで、今交渉中みたいなんですけど、まずはですねレジェンダリーピクチャーズ、あとはですねワーナーブラザーズ、ソニーピクチャーズなんかも映画権の獲得に向けていろいろ参加し、協議をしているみたいです。今のところ有力なのがレジェンダリーピクチャーズということなんですけど、ただ言わせてください、あのもう本当ねやめてほしいのが、あのドラゴンボールみたいなああいうダサくは本当にやめてほしいです。だって主人公あれですよ、主人公サトシですからね。
サトシですからね。レジェンダリーピクチャーズの人、本当考えてくださいね。サトシですからね。サトシです。もう、アジア人、もう特になんですけど、本当に日本人を起用してほしいです。こればっかりは。だってサトシで髪の毛金髪だったら、やっぱサトシじゃねえだろ。ねえ、もう、やらないですか、もう、全然サトシじゃないじゃん、みたいな。で、なんだったら、もう全くサトシじゃないキャラクターにしちゃって、なんかサトシ風みたいな。あと絶対やめてほしいのがスモッシュっていう YouTuber いるんですけど、アメリカですごい有名なスモッシュを使ってやるのは本当にやめてほしいです。だってね、面白くないじゃないですか。やっぱここはもうそれこそあれですよ、前にちょっと話しましたけど、攻殻機動隊、あれはまあいいとしましょう、いいとしましょう、まあ一部ありますけど、ただポケモンはやめましょうよ。スモッシュとか使うとかで、なんかサトシとか言わせるよりは、やっぱサトシ、サトシだっていう風にやってほしいっすよ。やってほしいっすよ。やってほしいっすよ。で、ポケモンもなんかみんなポケモンとかって言ってるけど、いや、ポケモンだからみたいな。ポキじゃねえからね。カラオケとかもそうですけど、カラオケとか言っても、いや、カラオケなみたいな。その、いいよ、こう、なんか、ポキモンとか、カラオケとかって言われても、いや、だから、で、カラオケなカラオケ。ポケモンなみたいな。で、黒髪にしてもいいんですけどね。なんで、まあ、そんな感じです。そういうことです。映画化するんだったら、もうさすがにごまかし効かないっすよ。ごまかし効かないっすよ。サトシは日本人でいきましょう。お願いします。そんなですね、ポケモンまだまだ、波に乗っています。ブラジルの、リオの、ブラジルリオの市長がですね、Facebook にですね、ハッシュタグポケモン GO のブラジル、ポケモン GO のブラジル、これはですね、ブラジルでポケモン GO やりましょうっていうハッシュタグをつけて、リオデジャネイロオリンピックの開催まで23日となりました。誰でも大歓迎、ぜひあなたも来てくださいっていうのをですね、任天堂にめっちゃ売り込んでますね。最初に、一番最初にですね、任天堂さんこんにちはっていうふうに言ってますね。なんでコラボどうなんでしょう。今からだとちょっと大変なんじゃないですかね。ブラジル結構治安危ないみたいですけどね。だからどうなんですかね。なんかそれこそ本当、まあちょっとこの後も話していきますけど、その後ですね、これイスラエルの大統領がですね、自分の執務室に猫に似たポケモンがいるとしながら、誰が警備員呼んでくれとの文字を共に画像公開したということで、イスラエルの大統領もポケモンめっちゃハマっているということです。ポケモンすごいですね。ニューヨーク州の、これ面白いですよ。そのポケモン GO って、その外に出るじゃないですか。引きこもりだったりとか、まあ引きこもりじゃなくてもいいんですけど、まあ普段ね、ごめんなさい、ちょっと鼻水が溜まっちゃってそう、普段なかなかこう外出ない人たちがこうガンガン今あれですよ、もうすごい勢いで外に出てるんですよ。サンフランシスコでは3600人が集まると。そんなですね、本当にもうすごい、ポケモンなんですけど、これですね、もしこの TGM4.0 聞いてくれる人で、なんかこうビジネスをやっていると、飲食店とか何かこうやっている人っていうのはですね、今ポケモンをそのお店に取り入れるような、例えば LINE アットでしたっけ、ああいう風に友達になったら何パーセントちょっと安くなりますとか、 Facebook にいいねしたらちょっとなんかおまけつきますよみたいな、 Twitter フォローしたらなんかこういう特典ついてきますよみたいな感じで、実はですねポケモン GO もなんかそういう風に店舗がですね売り上げを伸ばすため の集客ツールとしても使えるみたいなんです。でこれはですね、これニューヨーク州のロングアイランドっていうところにあるピザ屋さんなんですけど、ポケモンのキャラクターをお店に引き付けるための、機能を起動させたみたいなんですね。でうちに、要はあれですよ、うちに来たらこんなポケモンゲットできますよとか、こういうね、でそれでみんなピザ食いながらポケモンやれよっていう風にやると、それやっただけですよ、それやっただけで週末にかけて 75% の売り上げが上がりましたと。でこれはですね、ニューヨークポスト紙によると、このお店のマネージャーはですね、ポケモンのキャラクター10個以上を引き付けるのに、10ドル支払ったみたいなんです。なんで、実質そのお店に来てくださいと。で、まあそういう、お店に来てくださいと。で、その代わりこういう特典ありますよっていうふうになったら、お店の売り上げも上がるっていうことなんで、飲食とか、なんかまあ多分今後いろんなところで、まあ食べログとか、ああいうとこやるんじゃないですか。もう実際多分動き始めてるんでしょうけど、きっと。なんか食べログとかそうやってなんかポケモンとこうマッチさせて、まあ、いろんなこう飲食サイトとかあるじゃないですか。なんかそういうところが多分きっとうまくやるんじゃないですか。ナンパオフとかじゃないですけど、こういうモンスターゲットできますよとか。でもちょっと面白いのが、外に出られるんだったら、それこそあれですよ。
いろんな東京の飲食店だけじゃなくて、例えばちょっと東京じゃないところの郊外のところとか あのお店とかでも、なんかそういう風にうちのお店来てくれたらこういう珍しいモンスターとか、なんかそれこそクマモンみたいな感じの、例えばその地方のね、地方のこうモンスターとかキャラクターとか作っちゃえば、でここにしか来れないじゃないですか。でそしたらポケモンゲットできるっていうことになると思うんで、なんかそれはそうなったらそうなったで、そのいわゆるその地方創生っていうところがすごい活性化されるんじゃないかなっていうふうに思っています。ポケモンマニアたくさん来てくれて、なんかこうそこでじゃあお茶を飲みましたとか、ご飯を食べました、何か物を買いましたとかっていうふうになったら、すごいそれって経済的にはいい効果を出すんじゃないかなというふうに勝手に思っています。なぜアメリカで先だったのか、なぜポケモンは日本のものでしょと思うじゃないですか。これ理由あるんですよ。なんで日本でまだ始まんないのかなっていうのが、僕もやっぱ思ったんですよ。いやいや、アメリカなんだ先はっていうふうに思うんですけど、一部ではですね、例えば日本って、じゃあドローンが入った時もそうですよ。いろんな規制今ババってなっちゃいました。多分日本では今後すぐいろんな規制とか多分作んないと結構難しいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、なぜ、日本がですね、先ではなかったのか、世界同時ではなかった、なんで世界同時でポケモンのサービススタートさせなかったのっていうことが僕結構疑問だったんですけど、これはですね、ビジネスインサイダーが、報道したところによると、もう別にこれ特にそういうふうに国で選んでるか分かんないですけど、世界同時になれなかった理由っていうのが、サーバーへの負荷が大きすぎたからみたいなんです。だそれによって、国を選んでというか、場所を選んで、ここはちょっとずつ、じわじわサービスを始めていくっていうのが理由みたいなんで、だから別になんか、なんで日本じゃねえんだよみたいな感じで僕思ったんですけど、サーバーのところとかを言うと、あ、そうなんですねと、そういう大人な理由が、ちゃんとした理由があるんだったらいいなっていうふうに思いまして、GoChatっていうところがあるんですけど、ポケモンはですね、なんか位置情報とかを共有可能できるんですけど、ただ、ユーザー同士の情報交換にはなんかチャット機能がないらしいんですよ、ポケモン GO って。僕もちょっとそんな詳しくないんですけど、チャット機能がないから、でそれをですね、別のアプリで GO チャットっていうアプリが、チャットアプリです。だから LINE とか WhatsApp とかいう感じなんですけど、メッセンジャーとか。でそこの GO チャットがですね、一気にそのポケモンのその情報を共有できるチャットアプリがあるみたいなんで、その Go チャットっていうアプリが一気に増えすぎたため、そこのですね、アプリが使っているサーバーで、このサーバー代が一気に上がっちゃって、その作っちゃった人が破産の危機に、今陥ってるらしいです。かわいそうですね。ちょっとサーバーね、もうちょっと増やしておけばよかったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、それぐらいね、ユーザーがたくさん使っているっていうことなんで、もうすぐね、ちょっとその前に増やしておけばよかったんじゃないかなっていうふうに思っちゃうんですけど。そんなポケモン GO なんですけど、やっぱね、こっちと今いいとこ全部話しましたよ、一通り。ただちょっとこれから先話したいのが、それこそ規制とか、危ないじゃないですか、実際ね、スマートフォン使いながら歩いたりとかすると、もうそれだけでも邪魔だし、危ないし、本当に危険だし、やっぱいろんなね、ちょっと危ないよっていうところもやっぱ話しておかないと良くないと思うんですよ。僕は良くないと思います。なんでちょっとババって言いたいのが、まずですね、ポケモン GO は今これだけ世界中で流行っていますっていうことで、今後サーバーが、さっき言いましたけど、サーバーがめちゃくちゃ重くなっているから、ポケモン GO は月額制に移行しますっていう、スパムメールを送っているみたいなんですよ。なんで有料にはなりません。そういうのは全部そうです。そういうことはきっと任天堂はしないと思いますので、おそらくしないと思うので、これ嘘です。完全に嘘です。なんで、もしかしたら今後日本でも入った時に、その月額制になりますよとかで、それでじゃあいくら振り込んでくださいなんていうのは完全に嘘です。完全に嘘です。気をつけてください。本当に気をつけてください。オーストラリアではですね、早くも、サーバーダウンしてしまいました。すごいですね。それぐらいすごいですね。ちょっと予想だにしなかったんでしょうね。このサーバーのそのユーザー数の増え方っていうのは。で結構今慌てふためいているとは思うんですけど、これね、すごい、あ、やっとだって思うんですけど、アメリカの国はなんでなんですかね。ヤードとかさ、ポンドとかオンスとかで、アメリカしか使わないみたいなんですよ。もうやめてくれと。いや、俺らね、でヨーロッパもそうじゃないですか。キログラムとかキロメートルとか、もう統一してるじゃないですか。気を使ってみんな分かりやすいようにね。いや、もうだってほら、それぞれ違ったらさ、いろいろややこしいじゃん。だって輸出、輸入するときに、これはじゃあ、これいくらで、これ、この受け値段を重さがして、みたいな感じで。
アメリカだけはやっぱ一番あれですよ、もう俺らの国は、俺らはアメリカだから、もうお前らが俺に合わせろっていう、態度を取り続けていたんですけど、なんとポケモン GO はですね、メートルとかキロメートルとかやっぱりね、あの世界的に見てその使うし、測りが大きいところをちゃんとやっぱり分かってくれているみたいなんですね。なので今ですね、アメリカ人たち、アメリカの方たちはですね、やっとですね、やっとポケモンが出たことによって、ポケモン GO が出たことによって、やっとメートルっていうものに興味を持ち始めています。これですね、 Google の検索トレンドに、そのメートルの帰ってその、何キロはマイルで言うとどれなのか、っていうのをやっと探し始めてきたみたいです。なんで結構ね、なんかそう考えると、なんかアメリカ人のなんかプライドちょっと薄いなっていうふうに思ったんですけど、ここでもね、やっとですよ、やっと彼らはメートルに興味を持ち始めたと。意外とね、ゲームでね、それ調べちゃうんだと思うんですけど、まあね、やっと彼らはメートルを気にしだした。キロメートルを気にしだしたっていうことです。やっと彼らが、僕らの方に、歩みを寄ってきたっていうことです。ゲームがきっかけによって。まずですね、まあ、こういう危ない、まあ、今の話はちょっといい話なんですけど、ちょっとまあ危ない話で言うと、その、まあ、とにかくスマホをこう、かざしながら多分いろんなところを歩いてると。で、まあ、これはまだあれですよ。笑える話です。これはですね、ニュースの、放送中、天気予報をやってる時に、ゲームに夢中のキャスターがですね、生放送中に、乱入してしまったみたいなんですよ。こう、天気予報やってる時にもかかわらず、こう ポケモンどこだろうって言って、そのままですね、生放送中なのに、乱入してしまったと。まあ、これはまだ笑える話なんですよ。きっと。で、なんかなんていうんですか、あ、これどうせ YouTube にアップロードされるんでしょうとか、あ、なんかごめんなさい、やっちゃいましたみたいな感じで、まだこの、まあ、放送事故程度なんで、程度というか、まあ、それ言っちゃあるかもしれないですけど、まだ笑える話なんですけど、結構ですね、これ結構危ないですよ。12日の夜、これですね、アメリカのメリーランド州、カレッジパークというところではですね、プレイ中に大学生がですね、武装した強盗に襲われる事件が発生と。カリフォルニアではですね、7月の10日の夜に男性2人が銃を持った、強盗に襲われ、車を奪われてしまったと。交通事故も起こっていますよ。テキサス州では、キャラクター探しのために違法駐車されていた車が追突されたほか、ニューヨーク州ではドライバーが運転中にプレイして木に激突した。危ないですね。本当に良くないですね。本当に良くない。多分これに、日本でも、絶対これ起こり得ることですよね。だって今の時点でですよ。今の時点でですよ。だってもう歩きながらの、ながらスマホ、歩きスマホやってる人たくさんいるじゃないですか。これがじゃあね、それこそ、ゲームになったら多分もうほんと止まんないと思うんですよ。もう今正直これだけスマートフォンってもう僕らの生活を変えているので、もう本当に多分ね、これ中毒になっちゃう人たくさんいると思うんですよ。で、日本の場合とかもうほんと歩きスマホでこう正面から来るじゃないですか、スマホやってる人。あれね、ほんとね、やめてほしいですよね。で、ほんと迷惑、ほんと邪魔、歩けと、普通に歩けっていう風に言いたくなるんですけど、日本でもこれでも本当に十分あり得ることなんで、なんか今のうちに、わかんないですよ、職場とかでも、もう変な話、学校とかでも、もう今のうちに対応していかないと、ちょっとこれ危ないと思うんですよね。本当に生命にかかることですからね。びっくりしたのが、ね、これプレイ中に、ポケモン GO のプレイ中に死体を発見してしまったっていう女性がいるんですよ。アメリカのワイオミング州、リバートンっていうところに住んでいる、シェイラ・ウィギンスさんが実際こうポケモンプレイしていましたと。そしたら、ポケモン探したつもりが死体発見してしまったっていう、これはちょっとびっくりしますよね。まあ、そのぐらいね、まあ、外に出ちゃう、まあ探せるんですけれども、まあすごいですよね。さらにですね、もっとこれすげえ、これ怖いですよ。これはですね、アメリカで起こったことなんですけど、3人めっちゃ悪いやついます。これですね、ポケモン GO でアイテムやポケモンゲットできる場所があるみたいなんですけど、そこにですね、駐車場とか教会に集まってきたユーザーを拳銃で脅して強盗しちゃうっていう。危ないですよ。これはこれ写真がですね、記事に載っているんですけど、全員悪いやつなんだ。本当にね、なんかもうやらかすような、なんかもうなんかやっちゃうしかねえっしょ、ポケモン GO で儲けるしかねえっしょ、
ね、やっぱ悪いことを考えるするんですね。日本でもそのあれですよ、あのオレオレ詐欺とかやっぱりこうその時に乗じてなんかこう起きるじゃないですか。そういう悪いこと考えるやついるんだ。だからあの本当に気をつけた方がいいです。あの本当にプレイする時も本当に気をつけましょう。ただユーザーもね、やっぱりそのプレイする側ってやっぱりその節度を保った方が僕はいいと思うんですよ。ポーランドの南部の、ナチスドイツ、強制収容所跡地ではですね、アウシュビッツ博物館では、やめてくれと、あのそこの博物館の中で、だからこんな人が殺されましたら100万人ものユダヤ人が殺された中で、その土地で場所でゲームをやるのは不謹慎だ、やめてくれないかと、ということで、あ、ナイアンティックでしたね、ゲーム会社、さっき言ったニャンティックじゃないです、ナイアンティックに対して、うちのところでは、プレイやめてくださいっていうので、地域から外す要請をしているみたいです。他ではですね、ドイツのベルリンでは、ホロコースト記念碑や、記念碑や、そういうところでも、やめてくださいと、プレイしないでください。アメリカのワシントン、ホロコースト博物館でも、館内でゲームをする来館者に、注意を呼びかけているみたいなんです。日本でも十分ありえますね。またドローンみたいな感じで、ああいうバカなことをする人絶対いると思うので、首相官邸とかなんかそういったところ永田町に行ってやってみたとか、それこそあれですよ、あれですよ、皇居に行ったらなんかモンスターを探してみたいなバカなことやるやつ絶対いますから、本当に節度、あのこういう時にですね、一番ネットユーザーのネットリテラシーっていうのが試される時だと思うので、本当にこういいバランスでちゃんとやんないと本当に大変なことになっちゃいますよ。また規制始まりますから、そうするとまた規制始まりますから。オランダのアムステルダム大学でもの病院でもですね、あのやめてくださいと、邪魔なんでうざいんで、あの病院の中でやめてください、当たり前ですよ、やるなっていう話ですよ。やっぱね、まあ、基本的に、まだまだあるんですけれども、やっぱりやめましょうと。でまとめると、もうあれですよ、本当に僕思うんですけど、本当にこれって正直そのユーザーの問題ですよ。あのリテラシー、本当にそのユーザーの節度が大事ですよ。このポケモン GO をやる上では、あのちゃんといい悪いっていうのがしっかり把握した上でプレイしないとダメだし、でそれこそそのナイアンティックっていうところがちゃんとそのここはプレイしていい場所だよねっていうところの そっちも設定しないと、もうダメじゃないですか。なんでちゃんと多分ナイアンティックもそういう場所はちゃんとやらないと多分ダメだと思うし、プレイする側もあのしっかりやらないとダメなんじゃないかなっていう、あれみたいですね。あの Google アカウントにフルアクセスできちゃうんじゃないかっていうのも、やっぱちょっとそのセキュリティの部分でもちょっと問題が起こってるみたいなんで、 Google アカウントになんかその連結できるみたいな、連結してプレイをするらしいんですよ、位置を共有するわけなので。なんでもしかしたら Google が僕らユーザーの全情報、プライバシーを全部ごっそりポケモンをプレイすることによって、僕らのプライ、あれですよ、だ先週に引き続きあの X ファイルですよ、実は Google はサイバーダインなんじゃないかって、やばいやつらなんじゃないか、気をつけましょう。実際は分からないけど、でもこれも僕はプレイする側の問題だと勝手に思っております。いやーちょっと早いですね。結構ですね、この後残していたんですけれども、あのイギリス あのブレグジットでしたっけ、ブリグジットでしたっけの話をちょっとしようかなというふうに思ったんですけど、もう9時ですね。実はですね、あのこのですね、あのイギリスの EU 離脱についてとかもちょっと話したくて、なんだったらあのまだまだ話したいことあるんですけど、都知事選とかね、特に東京、まあ、都知事選ちょっと今週やってもあれなんで、来週ちょっと話したいですね。あのいろいろちょっと話したいことあったんですけど、今回はですね、ちょっとポケモン GO にですね、ちょっともうすげえ僕テンション上がりすぎてしまったので、今日はここまでにしたいと思います。あとあれもちょっと話したかったんですよ。あの天皇のね、あの生前、天皇陛下の生前退位についてとかっていうのもあったんですけれども、まあ、ちょっと、そうですね、あのもうちょい時間取ってというか、まあそうですね、あのまあ来週でいいっすかね、まだ時間ありますからね。まあ、生前退位についてはですね、今あのちょっとまあ本当にざっくりまとめると、天皇陛下がですね、あの元気なうちに、あの結構まあ病気もわざわざ、あったりしたので、なるべくこう元気がいいうちにその退位をしたいと、で退位をしたいんだけれども、これからですね、その法律を変えないといけないと、対応させるために。なので、あのちょっとこれからですね、いろいろと憲法、法律を変えないといけないから、若干時間はかかるっていうことなんですけど、
まあ、個人的に言うと、まあ、海外でもそうみたいなんですけど、まあ、ちょっとこれじゃあまた今度話しましょうよ。また今度話しましょうよ。じゃあもう今週ここまでにしましょうよ。で、そうなんですよ。で、この後都知事選の話とかもしたかったんですけど、で、このいろんなその日々チェックしている記事、まとめた記事をですね、タブを開きすぎちゃって、今回ですね、パソコンの起動がめちゃくちゃ遅くなるっていう。タブね、俺毎回合計でどのぐらい開いてるんだろう。多分、一つの、この1時間話す時のタブのその開く数、記事の数っていうのが僕大体50記事ぐらい集めてるんですよ。で、元々あるのが多分100記事ぐらい集めてるので、そのぐらい半分50記事ぐらい全部切った後に、また50記事そこから厳選してるんで、あれなんですよ、結構50個もタブ開いちゃうと、Google のその、まあ、コンピューターによるんですけど、パソコンによるんですけど、もうちょっとやばいっすよ、ちょっとやばいっすよみたいな、こんなにたくさん開けないっすよっていうのが Google Chrome が言ってくるんで、パソコンちょっとやばい、カスタムしてーな、ちょっと耐えられるようないいパソコンにちょっと将来したいですけどね。今ちょっと悩んでるんですよ。 Windows にするか Mac にするか、 Mac をそのまま使うか、もうその Windows をフルカスタムするかっていうのをちょっと迷っているんですけど、前も一回ね、その Twitter でちょっと聞いてみたら Windows の方がいいですよっていう方もいました。ただ使いやすさで言うと Mac っていう人もいるんですけどね。まあ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 、なんで、まあ、ちょっとね、来週はですね、またまた、ごめんなさい、そう、今日、あれなんですよね、連休の中身なんですよね。なんで、なんですけれども、まあ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 、まあ、今週ここまでしましょうよ。で、それも、それでいいじゃないですか。今週何話すんだろう、来週何話すんだろうっていうところで、いろいろやっていけたらいいなというふうに思っています。なので、今週も最後まで皆さん、僕の話に付き合ってくれてありがとうございました。でですね、これ、ときたいです。ポケモン GO でしたね。今日はもう本当に顎が疲れました。このですね、これですね、TJ、アリゲーターステッカーなんですけど、このアリゲーターステッカーですね、毎週ですね、僕プレゼントしています。名前を書いて、メッセージを書いて、ステッカーをですね、5枚発送しているんですけど、今週の、ステッカー当選者はですね、高島恵子さんです。高島恵子さん、合ってますかね、お名前合っていますかね。結構ですね、難しいお名前の方もいらっしゃるので、もし高島恵子さん間違えていたら申し訳ないんですけれども、今週の、ステッカーの当選者は、高島恵子さんです。おめでとうございます。でですね、このアリゲーターステッカーなんですけど、どうやったら、ゲットできるのかっていうと、これはですね、簡単ですよ。ポケモン GO みたいな感じの、ああいうアプリをインストールしてとか、そんな難しいことはしません。携帯をかざしたら、このシールが出てくるとか、なんかそんな難しいことは、合ってますね。よかったです。そんな難しいことは全くありませんので、すごい簡単です。シンプルです。このですね、Facebook ライブ、もしくは、ポッドキャスト、水曜日ぐらいに、毎週水曜日ぐらいに、今回話した内容に、プラスで、僕 BGM つけます。DJ やっちゃってます。好きな音楽、選んでます。で、流してますと。まあ、前後にちょっとしたトークも入れてるんですけど、まあ、Facebook のライブか、ポッドキャストを、友達、家族、恋人に、シェア。Facebook だったら、今この Facebook ライブやってますけど、シェアするっていうボタンがあるので、でそこを押して、何かこう、一言コメントをね、こういうことやってるやばいやつがいるよとか、こういうニュースのね、話をするおっさんがいますとかっていうのを、まあ、コメントして、シェアしていただければ、それがまず一つです。第一。で、その後にですね、僕の Facebook のページ、僕の Facebook のページ、今、なんで皆さんが見ているこれですね、これに、メッセージ、僕にメッセージを、アリさん、ポッドキャスト、もしくは、Facebook のライブシェアしましたと。Facebook の場合は、ポッドキャストのシェアの仕方はですね、なんかシェアできるやつ、毎週水曜日に僕がですね、ポッドキャスト、更新しましたっていう、写真付きの投稿をしていますので、それをシェアしていただければ、またさっきと同じような感じで、これは、そうですね、ポッドキャストだったら、なんだろう、家事をしながら聞けちゃう、なんか、便利な、気軽な情報番組、ぜひ、聞いてみて、みたいな感じで、シェアしてくださいましたら、どうも皆さん、どうも、こんにちはですね、森田さん、こんにちは。なんで、シェアするってそういうことですよ。ただ単にシェアボタンをパンって押して、シェアした、じゃなくて、シェアをするっていうのはですね、ちゃんとコメントもなんかそこにちょっとぜひチェックしてみてねとか、ちょっと聞いてみてねみたいな感じのコメントをすると嬉しいですよ。
もう今日話すぎてビール全然飲めなかったんで、もうこれ終わった後にすごい飲みます。なので、来週はですね、ブレグジットっていうんですか、ブリグジットっていうんですか、イギリスのユーロ、まあ、ちょっと一段落したので、それもちょっとまとめて話したいと思います。あとはですね、じゃあ都知事ですよ、気になりますよね、まあ、東京都民としてはやっぱり本当にもう来たんですよ、来ました、投票用紙来ました、僕多分期日前投票行くんですけど、来たからやっぱりこう真面目にちょっと考えないといけないなとね。それこそ本当にもう第二の舛添さん出すのも嫌だし、めんどくさいじゃないですか。なんで、まあ、ちょっとそういう話は来週は、じゃあメイントピックは都知事選にしましょう、激アツな回にしましょう。今回のそれこそあれですよ、ポケモン GO みたいな感じですっげえマジで濃い話をしたいと思います。なんで僕も頑張って、いい感じの記事をいい感じの記事をたくさん集めて、それを元に話せたらいいなというふうに思っています。ということで、今週も最後まで皆さん、ニュースジャンキーの皆さん、ニッチーズの皆さん、TJM ラバーズの皆さん、動画オタクの皆さん、僕の話に付き合ってくれてありがとうございます。では、また来週の日曜日の夜8時、もしくはですね、ポッドキャストでお会いしましょう。以上、アリケーターによる TJM4.0 でした。じゃあまた。今週の TJM4.0 ポッドキャストを最後まで聞いてくれて皆さん、本当にありがとうございます。ここまで聞いてくれてマジでありがとうございます。でですね、今回ですね、その Facebook のライブをしながらですね、飲ませていただいたビールを、送ってくださったゆかさんという方からですね、お手紙をいただいているので、ちょっと読ませていただきます。ありがとうございます、ゆかさん。読ませていただきます。アリさん、毎週楽しく TJM 聞いております。サンディエゴではきっと私だけではないのかなと思っているサンディエゴ代表のニッチーズです。ビール送りますと言いながら、そこまで詳しくないのでお好きだというペールエルと適当に6本送ります。アリオメさんにも何かと思ってインスタグラムを見たのですが、分からず、でもネイルされているようなのでハンドケアセットにしました。これからも2人のことをフォローさせてください。そしてアリさんの思い出のサンディエゴに2人一緒に遊びに来てください、ということで、すっごく嬉しいです。本当に嬉しいです。ありがとうございます。そうですね、おそらくそうですね、間違いないですね、サンディエゴでこのポッドキャストを聞いてくださっているのは、TJM を聞いてくださっているのは間違いなくゆかさんだけだと思います。もう断言しちゃいます。でも嬉しいですよね、この各地でですね、こうね、例えばさ、この今回はですね、そのフィリピンのセブ島から聞いてくださっている方もいますので、こう各地のね、代表がニッチーズの代表がいたら嬉しいですけどね。なんかそれはそれで僕的には、基本的にニッチなんで、その各地に一人しかいないぐらいの駐在員と一緒ですよ。そんな感じなんで、そういうのをちょっとこれからもですね、この場所にはこのニッチーズさんがいるとかっていうのが、こう今後作れたらいいかもしれないですね。ということで、ニッチーズ、サンデーゴ支部にはゆかさんがいらっしゃいますので、僕はですね、そう、本当に嫁とですね、ちょっとごめんなさい、本当にこれはいつかっていう話になっちゃうんですけど、まあ僕が本当に留学してたので、サンディエゴにすごくいいところなんですよ。本当にすごくいいところで、人もねすごく優しくって、やっぱりあれなんですよね、南の方に行っていくと、サンディエゴ、カリフォルニアの南の方にあるんですけれども、やっぱ南の方に行くと人がすごく温かいんですよ。めちゃくちゃ人々も温かくて、もうすごいフレンドリーで、あまりこう人種問題っていうのもないところなんですよ。バランスがすごい良くてね、人種構成とかもすごい良くて、なのでこう本当に僕は住んでて、すごくそういった思いもせず、いい場所だなっていうのを本当にすごく実感したんですよ。その後にですね、ニューヨークにちょっと、旅行で行ってみたんですけど、やっぱね、ニューヨーク、ま、行った時期が2月だったんで、すっげー寒かったんですよ。マジ寒くて、もう来なきゃよかったって思ったんですけど、まあ、行ったんですけど、やっぱりこうそこで感じる人々のこう、なんていうんですか、雰囲気とか街の雰囲気っていうのが、もちろんニューヨークいいところだと思うんですけど、そのうち僕ニューヨーク行きたいなっていうふうに思っています。ただやっぱりこう比べてみると、暖かいところの方が人々のこう顔というか、その表情だったりとか、接してみる空気感だったりとか、そのなんていうんですかね、こう、まあ、そういうところがすごくこう、なんだろう、肌で感じるところは本当にあって、めちゃくちゃいい場所なんですよ。なのでぜひというかですね、僕はですね、近々だとちょっと厳しいけれども、本当に将来絶対行きます。
もうこれは間違いないです。嫁もですね、サンディエゴ行ってみたいっていうふうに言ってたのって、カリフォルニアに行くんだったらロサンゼルスもいいけどね、ロサンゼルスもいいけど、行ったら行ったでこう、あーだよねみたいな、ハリウッドねみたいな、そうサンディエゴ行くとマジこんなとこあるのっていうぐらい、すごく本当驚きがね、僕の中ではサンディエゴの方が大きいので、ちょっともしですねこれからアメリカに行こうかなっていうふうに思っている人はサンディエゴマジでおすすめです。行って本当に後悔しないところなので、もう何なんだ俺っていう、なんでこんなにサンディエゴをご了承してるんだっていうぐらいなんですけれども、本当にめちゃくちゃいい場所なので、ぜひアメリカにですね行ってみようっていう方はですね、サンディエゴ寄ってみてください。めちゃくちゃいい場所ですから。ただ、ティファナメキシコに近いんですけれども、メキシコの方行くとねあんまりちょっと正直、個人的にはですね結構何回か行ったんですけれども、ちょっとこうやっぱ国境の付近ってちょっと危ないんですよ。なのでそれこそ僕はですね友達とテキーラを飲んでいったらパトカーのサイレンが聞こえたんですよ。なんだろうなと思って翌日のニュースを見たら、その近くでですねマフィアの抗争があって、カルテルっていうんですか、カルテルの抗争があって首切られてたんですよ。で何個か本当に切られちゃって、それをですねなんかどっかの看板かなんかに本当にあるんですよ。これ映画かと思いましたもん。海外ドラマかと思うぐらいの本当にこう首が並べられちゃうとかっていうのが日常生活の中であって、でそのニュースを聞いた時に、あやっぱりちょっと危ないところはやめておこうっていうのを改めてね本当に実感したんですよ。まあ、そういった部分でね、危ないっていうのはもう本当にその国境付近まで行ったら危ないんですけど、でも本当サンディエゴ自体の街はめちゃくちゃいいところです。本当にいいところです。なのでぜひ行ってみてくださいてか僕も行きます。なので、今週はここまででございます。ではではですね、なんかいろいろ幸せな話があったり、最初のですねニュースの話があったり、サンディエゴの話があったり、ビールの話があったりと、今週はいろいろありましたよということで、最後までここまで聞いてくれて本当にありがとうございます。ではではまた来週の TJM4.0 ポッドキャストでお会いしましょう。以上、アリケータによる TJM4.0 ポッドキャストでした。じゃあまた。